西日本国際ビジネスフォーラムは2013年に発足した福岡を拠点とする官民参加型のシンクタンク型フォーラム。2013年に福岡で始まった取り組み。2020年からは日本とイタリアの経済交流の強化という開催目的をより明確に表すため日イフォーラムと解消された。第6回西日本国際ビジネスフォーラム。 西日本国際ビジネスフォーラムは官民参加型のシンクタイク型フォーラムで毎年秋に開催されている。会議には企業、自治体、経済団体、海外の組織、学生、マスコミなどは事前登録を行えば傍聴が可能。登壇者は主に欧州やアジアの中でも日本で大きな影響力を持つ国などを代表する組織や企業などが中心で、 西日本の国際経済におけるそれぞれの役割について発表や議論などを行っている。第6回はイタリア・ローマのアドリアーノ神殿ホールで開催された。第7回フォーラムはラグビーワールドカップ2019のイタリア対カナダ戦を控えるイタリアのラグビー代表チームを迎え会議の後には総公開パーティーが開催され大いに盛り上がった。 西日本国際ビジネスフォーラムへの参加のため、イタリアから事業者やジャーナリストが招待され、商談や視察、取材ツアーや事業者との意見交換なども並行して企画されている。このフォーラムの目的は、日本とイタリアから参加者が定期的に集まり、世界の政治経済における各国や機関、企業などの取り組みや役割、見通しなどについて意見を交わす場を設けることである。 日医経済連合会は、西日本国際ビジネスフォーラムシンクタンクの創設者で主催者である。連合会の運営目的は、日医間の対話とパートナーシップを強化し、政治的、経済的なダイナミクスを観察することであるが、日本企業や自治体、団体などのコミュニティ、そして諸外国組織との協力を通じて、西日本国際ビジネスフォーラムが開始されたことにより、 国際的シナジー効果のためのシナリオと見通しをテーマに西日本やアジアの政治経済のバランスを強化するための各国の取り組み、国際的な動向やその影響などについての議論や発表に重きを置いた。2018年版開催にあたり、イタリアのディール通信社、西日本新聞と日本の共同通信社が協力。2016年版は、 イタリア最大手通信社のアギ通信が公式メディアパートナーとなり会議で発表された内容の記事配信などに協力した。西日本国際ビジネスフォーラムの拠点、福岡は西日本地域や九州で最も重要な都市の一つで、あると同時に世界の政治、経済の動向を観察し、アジアにおける戦略的地位を確立するためにますます、 重要性を増し成長し続ける都市として選ばれた。西日本国際ビジネスフォーラムでは日本、イタリアをはじめとする複数の国の国際機関、経済団体や自治体、国際企業の代表者などがパートナーシップを強化し、潜在している国際的ビジネスチャンスについて共に考える機会として福岡に集まり議論を行っている。2018年版の第6回会議は ローマのアドリアーの神殿で開催された。開催に合わせ、九州を中心とした企業から約30名がイタリアを訪問した。イタリアでは、南から北、イタリアまで全土から日本との取引を行う企業や、現地の経済機関などが集まった。福岡では、ローマでの会議の約1ヶ月後にあたる2018年11月30日に、 参加者や日医経済連合会の会員、関係機関などを集め、成果報告会が開催された。ありがとうございます。